ジョン・リバー・イーティン・ジョンスン・ジョン・リバー・イーティン。ジョンスンはアメリカ西部のマウンテンマン。ソースによってはジョンストンとも表記される。追い立ち彼はジョン・ガリソンという名でニュージャージーで生まれたと言われている。いくつかの説明では彼は米北戦争中の1846年に海軍に入隊したが将校を殴った後に彼は軍隊を辞め名前をジョン・ジョンストンに彼はまた 蒸気船に薪木を提供するウッドホークにもなった。6フィートの身長と200ポンド超える体重の大きな体格と記述された。肝臓食いの異名彼のネイティブアメリカンの妻は1847年にクロー族のメンバーによって殺されたと言われていて、ジョンソンはその後20年以上続くクロー族に対する個人的な報復の戦いに取り掛かった。伝説では、 殺されたそれぞれの男性の肝臓を切り取って食べた、などと言われるが、これは一度だけ肝臓を食べるふりをしただけという可能性がかなり高い。いずれにしても彼は最終的にリバー・イーティンとして知られるようになった。犠牲者の肝臓を食べることが報復を終了する象徴的な方法であるということで、何らかの信憑性がこの行為に与えられたのかもしれない。ある物語では、 ジョンソンは500マイル以上歩いて、フラットヘッド族の親類を訪ねていた真冬に、略奪しようとした、ブラックフット族の戦士の集団に容撃された。ブラックフットの計画は、彼を天敵のクロー族に、かなりの値段で売ることであった。彼は道着を剥ぎ取られ、革紐できつく結ばれて、未経験の護衛と一緒にティッピーに監禁された。ジョンソンは、なんとか、紐をかみちぎり、 そして若い護衛を二本の指で、目つぶし攻撃で倒し、ナイフを取って彼の頭皮を剥ぎ、即座に彼の片方の足を断ち切った。彼は森の中にうまく逃げ込んで、ブラックフットの切断した足で生き延び、およそ二百マイルを半射音声で逃げて、罠猟仲間のデルグーの小屋にたどり着いた。復讐の終わり最終的にジョンソンは黒族と仲直りし、黒族は彼の兄弟となった。 25年という歳月と何十人もの苦労の戦士が倒れるという彼の個人的な復讐はここに終わった。それでも西部は特に1800年代中頃のインディアン戦争の間まだ非常に乱暴な地域であった。数族やブラックフット族に限らず多くの部族がドピーク・アブソリカと彼の仲間のマウンテンマンの復讐を知っていただろう。上述した情報は 何十年間にもわたって語られてきた物語やお話に基づいている。バーディス・フィッシャーの小説、マウンテンマンは、これらのフィクションの良いソースである。正確な物語は、ジョンストンがスートの宇宙の戦いの後に、彼のあだ名が付けられた1868年、ミズーリ川にいたリート・カイザーの日記で語られている。北軍に参加後、町執港官に彼は1864年に、 セントルイスで北軍に兵卒として参加し、翌年立派に辞を退した。1880年の間、彼は、モンタナ州クールソンの執行官代理と、モンタナ州レッドロッチの町執行官に任命された。政府の記録によれば、彼は5フィート11と3、4インチの身長と、記載された。晩年1899年12月、彼は、 ソーテルの退役兵の病院に入院を認められ、1900年1月21日に76歳で死亡し、近くのソーテル国立墓地に埋葬された。1980年代初め、彼の遺体は掘り起こされて、ワイオミング州コディに移された。ジョンソンは現在、ワイオミング州コディのオールドトレイルタウンに、数名の他の地元の西部開拓時代の人物と、 共に埋葬されている。オールドトレイルタウンは、西部開拓時代のオーセンティックな建物で作られた街で、ブッチキャシディやサンダンスキットがいた、高等団、ワイルドバンチが、かつて使用した小屋などがある。ありがとうございます。